こんばんは。深夜になりました。2020年2月26日に明けまして、0時40分ですね、相場解説ドル円1時間を見ております。わかりますかね。まず力点をつけてみましょう。一つがここ、もう一つがここ、そしてゾーンをこういうふうに取ると、ここを突破したら大きく下がるってところでしたね。で、今また新しい力点が生まれました。ここですね。そしてもう一個ここにあります。操作トップがちっちゃいのをここに形成して、もう一個操作トップを作った形になります。で、操作トップ2つですよね。で、この力点の2つを結ぶと同じですね。ここを突破したら大きく下がるの1時間足が、下ヒゲはちょっと出てるんでまだ未確定なんですけども、しっかりとね、ここでも、ロットが取れるようになってるでしょ。だからこれはここと一緒ですよ。操作トップ大きいのが出た後がちっちゃい操作トップが出るんですよ。となると、まあ、そこでもちゃんと取っていく可能性があるということですね。ついでに言うとですね、こういう風になってます。ここにこうあるでしょ。で、もう一個力点を引いて伸ばしていくと、まだ不思議、操作トップの大きいのがここに1個ありますよね。2個目がここですよね。で、3個目はさらにちっちゃいのがここにできてるわけですよ。まあ、こういうふうな感じで操作トップってのは、なんかね、重なっていくことが多いんですよね。まあ、その辺を表したのがこちらの図になります。しっかり覚えておきましょう。この操作トップってのはね、連発で何回も取れるんですよ。やったねって感じですよね。ではまた明日の朝。